どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。 TUG トロール教ユニバーシティカッコパート数大学のクルートトロールコースっていうことですかね。で、説明文にコラボレーターズ、たこ焼き、朝飯屋と朝日菜ヌヌス、青猫、ゲーマーレモン、シェイドキティって書いてるんですよね。みんな知ってる、みんな問題児そんな人たちばっかりなんですよ。まあ狂ったコースかなんだか知んないけどね、私ほど狂えるかな。たこ焼き、朝飯、あと朝日菜ヌヌス、青猫、ゲーマーレモン、シェイドキティさんよ、食いも多いな6人のうち3人は食べ物みたいな名前じゃんか。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.00%。 そういやちょっと汚い話をしてしまうんですけど、シャワーを浴びてる時に鼻がすごく詰まってるなと思って鼻をフンってしたんだよね。そしたらカナブンより小さい物体が足元にいてめちゃめちゃビビったんだよね。でも動かないからさ、それ何なのって思って調べてみたら僕の鼻クソだったあー本当の話なんだから、開幕一緒やじゃん。マジでモテないからね。で、その時僕思ったんですよ、この鼻クソをギネスに登録すれば僕世界一取れるんじゃないなんだよお前は、どけてつくぞ。でもそんなピオキング嫌だよな、鼻クソでギネス乗ることができましたとかさ、僕自身もそんなんで乗りたくないですよ。じゃあこいつは踏んでっていいのかな。はっはっはっ、ここ抜けることできんの。抜けることできんじゃん、しょっぱなバッグを持ってくるんじゃないよ。どっちに行こう、左のバレーは怪しい、こっちだ。なんでまたとんでもねえバグトロールコースが来ちまったようだね。さすが狂った大学のトロールコース、私も負けてられないっていうもんさ。はにゃー狂ってるっていうか、ただキモいんだよ。そういや最近コメントでさ、この人マリオメーカーを世界一楽しんでるでしょっていうコメントがあったんだけど、そんなことねえし、全然おもんねえし、トロールコースとか特にこのコース全く面白みのかけらもないですね嘘嘘嘘嘘、マジで嘘だから。さあここは上に行って、なんじゃそりゃ。正直世界一マリオメーカーを楽しんでるっていうのは大げさかもしんない、ただ私世界一マリオメーカーを楽しんでる自信はありますねこのすり抜けるやつ今日多そうだな。ここもすり抜ける、すり抜けない、なら上の隠しブロックを叩いていきましょうと。こいつはすり抜けはしないか、すり抜けてほしいところはすり抜けないんだよな。じゃあチビンだってこれオンフ変わるんじゃない。大丈夫なら、このオンフを押して、あーもう生きてる第三者神経だが、もう終わったんじゃないか。いやいや、私を舐めるんじゃないよ、あの隙間入ってみせようじゃないか無理に決まってんだろ。てかさ、中間ポイントめっちゃ早くない？あの中間ポイント普通に取らせてくれないの？坂田TUG のみんな、今日のトロールコースは短いのかい？短いっていうのが分かればね、僕の心の余裕はギャラクシーさ。よし中間ポイントゲット、マジで早いね今日。僕の隠しブロック、隠しブロックじゃねえ、ハテナブロックなんてもん作ってんだ。ピオキング先生はね、この子たちの未来が怖いですよ。いつか人を騙すような存在になるんじゃないかなって、この動画を見てるみんなはそんな風にならないでくださいね。いい加減にしろ、それ以上わけわかんないバグを持ってくると僕も怒っちゃうよ。ここはどうすればいいの、普通にポンじゃねえんだよ。みんなここに来てる理由ってさ、マリオメーカーが見たいから来てるんだよね。こんなのマリオメーカーじゃないじゃん、何のゲームでもいいじゃん。これどうすんのよ、こっから右進めないんだよな。ジャンプ、ジャンプしたら俺も食べ、もう飛んでんだよお前の頭は。それ以上悪化させんな、見にくくなるだけだから。さあドアに入っていきます。もう来んなよ、もう意味わかんないバグ来んなよ、来いよあ、これいけなくなった、俺邪魔か。隠しブロックありそうだな、でもジャンプして上に行く以外ない。あ、何もないんだね、これは。この音符は特に何もないのか。うわ上すげーよし行く、いや行く前に一旦このハテナブロック叩いてみようか。なになにこれ、なに答えろ雪見だよ、ガソートボックス。制作者よ、私があの音符の上に行くと思っているのかい。わらっていうのは見え見えなんだよ、そんな音符乗ってやるもんか上に行くって思ったらな、この上絶対わらにあると思うから行かねえよ。さあここどうすればよかったんだろう、一旦右行ってみようか。この上がなんだお前、いや何かしてくれるみたいな、いやなんだお前。ただ今のクリボーがヒントになったんじゃない、ここのブロックすり抜けれますみたいな、やっぱそうだよな、そうだよな。さあうぬ、
漫画のリアクションか。右に隠しブロックがあるってことはあそこに行っちゃいけないってことだよな。ならこっち側すり抜けれるとかそういうわけじゃないか。じゃあ一旦下から行ってこのブロックすり抜けれるんじゃない？あ、違うわ。え、じゃあここマジでどうするんだろうな。そっちか。はい、もうゆうちゃんすべてわかりましたわ。ここに行けば大丈夫、上が開くんだよね。で、このリンクは立って無敵時間を利用してこのガリガリ抜けませんわ。どうすればいいのかな。ガスガスガリガリガー。下に降りた瞬間左じゃ、それでキャロの甲羅が吐ける。吐けませんね。これ履くの難しくない？なんでこんな作り方したの？蹴ってしまうって。履けるか。もうちょっと素直に取らせてくれてもいいんじゃない？これよしよしよしさあこれガリガリを抜けていきの。ちょ早く、あ、何捕まってんだよ。マリオ面白い、上等じゃねえか。このカヌーコーラ何度だって手に入れてみせるさ。あでこれ抜けるのちょっとむずいんだよな。この上すり抜けるとこはなさそうだ。この恋の方行っちゃっていい？中間ガンちゃん頼む。ジュリエット君はまた僕を見捨てるのか。見てすらねえよ。ちゃんとね、よく見ればよかったですよ。ここに綱があるっていうことが。そもそもこのちくわが、ほえ鍵？もしかしたら僕、手に入れちゃいけないものを手に入れてしまったみたいな。このキノコは取れるのかな。あのさ、今 X 見てたんだけど、プロフィール欄にピオキングさんは永遠に私のヒーローって書いてる人がいたんですよ。大丈夫か？ドゥフラとかいう人間をヒーローにして大丈夫か？ヒーローって言ったらもうちょっとかっこよく登場するもんだったんじゃないの？大丈夫、私が来たみたいな。お前は来なくていいんだよ。そういう人に幻滅今後もされないようにヒーローっぽくやっていきたいと思いますよ。私が来た瞬間終わったわ。ねえ、もうちょっとかっこよくトロールコースさせて。ここどうすりゃいいの？ボム兵落ちてこない？大丈夫？大丈夫そうだね。なら一旦この上に乗っ、ここもわけわかんない。この上に行けってか。何あのスネークブロックは。オンオフが変わっちまった。やべえ、鍵持ってくるの忘れた。鍵さ、絶対いると思うんだよな。下行ってみる？下行くしかないもんな。下行って、これ抜けれるのかな。これ右出しでしょうか。よっはっはっはっ。ここはそんなに難しくなかった。これは、左に逃げておくよ。そんなには引っかからねえよ。だけ来んなよ。そしてこれ、次は鍵を持ってきましたよと。そういや、僕の鍵って言い方はなんか違うみたいですね。まあ方言なんであまり気にしないでください。で、最近 YouTube でさ、デラっていう言葉を使う人がいたんだけど、どういう意味なんだろうね。すげえとかなんかな、デラうめえとか言ってたんだけどさ、これは何、死に体験？ファストって書いてる。早くせっていう感じかな。え、何、全然速くなんないんだけど。このバブル落とせっていう感じでしょ。あ、マリオがブロックの中にいるからダメなんじゃない？だからここで連打しろみたいな。マリオがブロックに挟まらないところで、これだったらいけるんかな。うわ、むつ、これむつ、デラむつ。デラの意味が分かんないけど多分合ってるでしょ。いや、これマジでむずいって。めちゃめちゃ連打してるんだけど全然下がってくる気配ないよな。もうバブル早く落ちてこいって。ガセ邪魔せんだって。いや、これあーガセー。あ、ねえ、最近死に体験ばっかりで僕腕がどうかなっちゃうそうだよ。ガチめな話をすると親指の皮がずるむけてんだよ。こっちはな、死にたいけどやりすぎか死んないけど、あ、早くもう降りてきてよ。全然降りてくる気配ないんだけど。これ右ダッシュしてたの方がいいのかな。右ダッシュしながら AB 連打。これ絶対無理だ。これはね、絶対クリアできない。変なもん作んな。いや、本当にクリアできないのかと思って何度か挑戦してみたんですよ。無理でしたね。あれはね、クリアできるかマジで分かんない。やったか。立ち向かうな。このドッスンさ、左まで来るじゃん。で、この左のブロックのところ行ったら落ちそうじゃない？大丈夫？抜けないかな。じゃあ左ダッシュでしょうな。なんとなくそうなるかなって思っててもさ、これ左に逃げる以外ないじゃん。なんでやられないの今度はさ。もう一回左来て、もう一回左来て、ドッスンを倒します。で、これは取らない方がいいんじゃない？デカキノコだったらさ、本当にやるじゃん。そもそもこれはデカキノコなのか。あ、デカキノコじゃん。で、ここでブロックを壊しいの。うわ、チビで行こっかな。なんかチビで行った方がいいような気がする。ほらね、やっぱりそうだろうと思ってて。で、
あ、鍵ドアあんじゃん。上は？うわ、すげえ取りたくねえけど、一旦叩いて右に出しましょうか。なんだよ、あらさげら、そんなに引っかかるわけねえだろ。で、この右も開きそう。え、どっちだろうな、これ右と左。アップデートでも成敗されるでござる。音符は踏まない。で、イシュエーションしっかりとかわす。で、この後よ、右のドガンか、この鍵扉か。いや、絶対この鍵が重要になってくると思うんだよな。右はさ、あれ？これはサムネの場所かな。右のドガンはさ、ヒントみたいな感じなんじゃない？こっちがゴールですみたいな。あ、やっぱサムネの場所だ。で、なんもないのえ、これだけ？これを見せるためだけで？ふざけるな、天佑じゃ。いや、まだわかんないもんな。この土管の先に鍵がいるかもしれないもんな。さあ、次は何が来るんだ。ゴールじゃん。やった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 もう全部言ってみた。じゃあオンオフしても左ダッシュなんだろうな。そしてこっからどうするかよ、右ダッシュ。これ発電ブロック叩かなきゃいけない。こっちがつぶろくとかはえないで。じゃあ叩いたら放題やいなくなってくれるのかい。バカにしてんのか。なかなかゴールをさせてくれないね。だがそこがいい、それすらも楽しく感じてきたぜ。じゃあこのハテナブロックは叩いたらいけない。で、この土管にも入れないのか。え、じゃあどうすんの。この上に行けってか。上に行ったら、なんだ妻がそんなに聞きたいか。でもこれでゴールさ、もう俺で立てつくな。いやー、すげえ楽しいバグトロールコースでしたね。ありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。シャープボタンを押しまくれ、連打ゲーって書いてるんだけど、シャープボタンって何なんだろうね。で、説明文にクリアチェックまでの時間が相当かかりました、手が痛くなります、ぜひともやってほしいです。三段ジャンプ連打。まあサムネを見る感じ、針に当たらずジャンプを決め続けろっていうコースと思っちゃんね。で、ブロックが一マスずつ並んじゃうやん、そこにピンポイントにジャンプしなきゃクリアできないっていうコースだと思うんだよな。しかもこれさ、ノンストップでだと思うんだよね。いや、これはむずそうだけど、決まったら相当気持ちいいんじゃないかな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.06%。 私、連打ゲーには定評がありますからね。ソースは自分です。お前はもう喋んな。さあ、これをジャンプ連打しながら行くのむずくないですか。いや、でも思ったより速くないぞ。ほらほら、結構いけてるよね。うわ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 2回目でこれいったのすごくない。またあるかい。これを何回も決めていくのむずくない。あれ、なんか止まっちゃったけど、こうやって行こっか。さ、時間がめちゃめちゃあるから、走らなかったら全然簡単にクリアできるんじゃない。あ、なるほど、だからクリア率が高かったか。なら行けよ。リズムをしっかりと覚えれば簡単にクリアできると思うんだよな。タン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 、このタン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 で次も行こうか。さあ行くよ、マリ。過去形になってしまう。2回目も同じはずなんだけど、2回目の方がなぜか難しく感じてしまうんだよな。おそらく景色が違うからなんかな。さあ2回目集中していくよ。こんなのね、実況なんですって。簡単言っていけば楽勝なんですよ。見ててみんな、次で絶対に成功してみせるから。次でゴールでしょ。タタ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 。ちょっとこれ以上ふざけよったら怒られるんで、ガチで集中します。見てろ。えいは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 いちょ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 、見たか、ちょんの実力は。おいで、マリオタイム。何言ってんだろう。いや、でもちゃんと最後走っていったことは褒めてほしいですね。やっぱりこういうコースはしっかりと決めたら気持ちいいですね。楽しいコースありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。